すごい長期的に見ると、携帯とか、いわゆるインフラですよね。インフラは民主化すると思っていて、あらゆるものが民主化していくのが、世の中であり、テクノロジーであり、インターネットであると思うんですが、あまりにも独占されているのが、携帯の電波。しかも免許事業というか、そういうある種の許認可事業であるにもかかわらず、かなり独占状態で、1兆円とか利益が出てると。はっきり言って感覚としておかしいだろうと。対して、何もしてないって言ったらあれですけど、インフラ事業なんで、持ってるってことですよね。特別に。で、我々が働いた金がめちゃめちゃ、月何も、1万とか2万とか取られて、それで1兆円以上の利益を上げていると。普通にビジネスとして、健全な資本主義として、あまりにも独占された市場だっていうことで、政府も携帯代下げろとか、菅さんとかも、結構頑張っていました。その流れの中で、X モバイルとかっていうのも出てきてるんですけど、政府が言う言わないも含め、あらゆるインフラっていうのは、徐々に民主化されていくもので、電気も地震、電力とか言って、あれはね、でも電気代っていうのは、あんまり下げることができないので、そのメリットを示しにくかったんですけど、携帯代 X モバイルにすると、相当下がるんで、メリットが見やすいと。で、プラス、めちゃめちゃギガ使う人とかは難しいんですけど、ある種、あんまりギガ使わないよっていう人多いと思うんですよ。そういう人にとっては、普通に X モバイルでいいや、ホリエモバイルでいいやっていう風になると思います。で、結局何かっつうと、そのインフラが民主化した時に、この携帯代みたいな、どうでもいい、税金みたいな、ある種の固定費は好きな人に払いたいってなると思うんですよね。好きなクリエイターなり、好きなアーティストなり、ビジネスコンテンツなり、要は毎月の何かしら自分が、もともと消費してる何かに当てたいというふうになると思っていて、例えばホリエモバイルだったら、ホリエモンのメルマガとかボイシーだとか、あとパン屋さんだとか、パンが1個無料とか、いろんな特典がついて、ホリエモンのコンテンツだとかなんだとかを摂取しまくっている人にとっては、ほぼ実質無料に近づいているというような感じですね。みたいな感じで、やっていくと。今、要はホリエモバイルみたいななんとかモバイルっていうのは、だいたい1万件ぐらい取れないと、X モバイル社がいろんな、手間暇かかるんで、人件費含め。解説できないんですけど、今後、〇〇モバイルっていうのがもっと簡単に、作れるようになります。それこそミノワモバイルも、ミノワヤモバイルも、サウナランドモバイルも、作れるようになります。そうするとですね、もう、ちっちゃい経済圏、それが本当1000人でも、数百人でも、ちっちゃい経済圏を作って、そのラーメンミノワヤ一杯無料にしてほしいから、ミノワヤモバイル入って、携帯代はミノワヤに払って、ミノワヤの発展に、ちょっと使えればいいのと。で、代わりにラーメンたまに無料に、してほしいな、みたいな感じかと、ができます。で、いろんなアーティストとか、売れない漫画家さんとかも、なんとかモバイルっていうのをやることによって応援してあげたり。要は、モバイルが誰でも開けるようなものに民主化されていく流れがあるんじゃないかなと思ってます。で、直近で言うと、2つあって、電気代が鬼のように上がる。多分もうちょっと6月から上がると思うんですけど、もう上がってんのかな、多分その 40% とか上がるとこ上がって結構、そもそも家計ってもうキツキツでやってるところが多いと思うんで、そんな 40% も上がったら普通に赤字になる、借金になるっていうことで、何か固定費を下げなきゃいけないっていうので、X モバイルとかホリエモバイルみたいなものを、直近で一気に広がっていくだろうと。今まで携帯キャリア変えようと思ったら電話しなきゃいけなかった。あれはもう本当解約防止のためで、僕も au に電話したらめちゃめちゃ嫌な対応されて驚いたんですよ。もう録音してやろうかって思うぐらいひどくて、なんでそんな電話会社にするんですかとか、なんか無言になったり、明らかに意図して嫌がらせをされました。僕なんて10年、20年使って、2、3万使って24万。
年間30万ぐらいの10年の300万以上、300、400万は納めてると思うのに、去り際あんな au にひどい対応されると、僕別に au 好きだったのに大っ嫌いになったという、解約の出来事がありましたが、そういうのって結構おじいちゃんおばあちゃんとかもう心萎えちゃって解約途中で断念すると思うんですよ。僕もなんか解約するって言ったら、じゃあ家族割がどうなんですかみたいな、大丈夫ですかあんたみたいなこと言われて、結構大丈夫かな、実際高くなったらどうしようみたいな、悩んだんで、普通のおじいちゃんおばあちゃんだったらもうその時点で解約をやめようと思うぐらいの、やつだったんですけど、まあ、それがなくなって、ネットでエクソモバイルに契約すると自動的に au ドコモの回線、キャリアと解約ができると。